グッチさんです。で、グッチさんチャンネル。どうも、グッチさんです。今回のナレーション解説の動画なんですけど、今走っている場所、ここはですね、石川県ですね、小松市。方向としては、国道8号線をこれからバイパス走って、ね、合流するんですけど、東から西ですね。ここは小松市、小松エリアですね。それを加賀の方に走っているんですけども、これ撮影日がね、2022か3どっちだったっけ、1月の下旬だったかな。ちょっとまた概要欄で詳しく、説明を書きますが、この日はですね、もうやばいぞっていうぐらいの大雪警報が発令されるっていう風に、もう事前にね、気象庁からの予告があった日なんですよ。で、ちょうどね、私は北陸方面に滞在してて、で道の駅でね、まあ一回長時間、休憩を挟んで、で朝はね、どうしても、通勤のピークがあるので、それを避けるという形で、9時過ぎに出発したんかな、確かそんな記憶ですね。である程度道が、空いてきたタイミングで、今運転してるって感じですね。で、できるだけ早くこう移動したかったっていうのもあるんですけど、どっちにしろ、小松エリアからだと、ちょっとね、微妙なんですよ。最終的に南の方に移動したかったんですけど、場所が場所でね、すごくね、微妙だったんで、で加賀の方にもし抜けていくっていうルートであれば、僕ね、加賀はね、ほうじ茶が有名なんですよね。加賀坊ほうじ茶っていう、本当に有名な、だから、その、時々行くお茶屋さんがあるんですよ。でそこで、いつも、喫茶店スペースみたいな感じがあって、そこでね、ほうじ茶とお茶菓子を食べて、そしてほうじ茶を買って帰るっていうのがいつも恒例なんですけど、やってるかどうか分かんないけど、とりあえず寄って、最低限お茶だけ買って帰ろうっていう風に、思っておりました。はい。でね、今のところね、よくある雪道の光景なんですけど、もうちょっとしたら結構がっつりと濃い雪に変わるんで、まだね、この時は大丈夫と思います。あとはね、がっつり山間部ではないので、一応ね、国道8号線の、一般的な道なんで、まだそこまでなんですけど、国道364の山中とかね、あとは、福井の、堺市だったっけな、あっちの方に、進む国道のところはね、やっぱ一回こう山の方行くんで、その時はもうめちゃくちゃね、雪てんこ盛りでね、あん時はね、ちょっとうおすごいなっていう風には思ったんですけど、でもね、8号線もね、雪降ってね、立ち往生するっていう事例がね、過去にねあったんで、やっぱバカにできない区間なんですよね。もうね、立ち往生起きるとね、しかもここ8号線ってね、高速がね、かまして走ってるところなんですけど、この北陸エリアって。だけど高速道路が通行止めになったら、あと頼りになるのって、やっぱここの8号線になってしまうので、ここが止まると、北陸方面の生活物資も含めて、
ライフラインもそうですけど、もう甚大なる影響が出てしまうんでね。だからこそ、まあ、重要な道路ではあるんですよね。はい、まあ、気づいたら片側2車線か1車線に変わってましたね。まあね、ここからまたしばらく走るともう信号が増えていく片側2車線のバイパスだったかな、そこに変わっていくはずです ね。 ね、この日はね、まあ、8号線自体は結構すごい状況に変わりましたね。なんか後でこうツイッター、まあ X のね、情報だともうすごい雪が積もったってことでね、多分6時間後とかですね、その時が結構なピークだったみたい で、僕その時間帯、その運転したこの6時間後はもう福井県の、あれはどこだったかな、福井県のね勝山だったかな、あっち方面にも完全に離れてたんですよ。でね、あの勝山方面とか大野市とかあっち方面だったんですけど、そっちはね全然だったんですよ、ぶっちゃけて言うと。だからあの、なんだろう、南に向かってこう一山越えたんで、だから本当そっちの方はね何のことみたいなぐらい普通な、まあ普通な雪道に変わってたんで、あんまり危機感を感じるほどでもないのほほんとした雪に変わってたんで、ね、なんかねこの県をまたいで山を越えてこんなにも違うんだっていうね、不思議な感じでしたね。まあでも 僕としてはやっぱそこでね、まあ、加味して予想してたんで全然平気だったんですよね。でね、この日はね、カーナビからね結構重大なお知らせがね臨時速報でね通知がいっぱい来てて、いろんなところで、ね、通行止めがあって、僕ちょっと意外だなと思ったのが、奈良県か三重県の方のとある高速だったかな、なんかそっちの方でも雪が積もって通行止めとか、まあだから言っちゃえばもう名阪国道も確実にね、名阪国道の山間部はもう着雪どころかもう完全に積雪として変わるみたいなね、なんかそういうレベルだから、そこまで雪雲が流れてきたよっていう。まあ平地は多分積もんないけど、本当に山間部で空気が冷えちゃったところはもう完全に積雪だよねみたいな。でこれね僕の考えなんですけど、ぶっちゃけて言ってこっちで運転してる方が安全なんですよ。まあなんでかっていうと、まあ、みんなスタッドレス履いてるんでね、まあ、ほぼほぼ履いてますからね、履いてない方が珍しい、だから無理でしょっていうね、だからもう分かってるんでね現地の人は、仮にスタッドレス履いてなくてこの天気で車出せるわけないんじゃないですか、まあ、当然だから。だけどやっぱり普段雪降らない地域っていうのは、まあ夏タイヤ、ノーマルの夏タイヤでね、運転されてる方、車両を動かしてる方、運転されてる方っていうのもまあ多いんですよ当然ながら。でまあ雪だなって時にまあ動かさないっていう人もいます、そういう善意な人もいるんですけど、やっぱねそれでもねこう分かっててもね車出しちゃってる人いるんですよ、まあ大丈夫だろうみたいな感じで。でね結局のところそれでね、まあ運が悪くてその山間部走ってとかで、まあ、完全にねこうもう走行不能みたいな感じでね、もう車の路肩に止まる車が、まあ、続出みたいな結構多いんですよ、そういうの。特に名阪国道とかね、まあ、あとは四日市とか滋賀の高速区間とかもね時々聞きますね。そこもやっぱり雪雲流れるとこなんで、そういうところもね要注意ですね。はい、あとまあ愛知県の長野県寄りとかね、
まあ、岐阜県の中津川よりもうちょっとこう下ったところとかもそうですし、あの日も意外とこうなんだろう、気を抜くとなんで積もってるみたいなのがあるんで、なんか山間部を走る人、走るだろうって時やっぱりそこにやっぱ気をつけないといけないですね。うん、ほんとね、夏タイヤって本当に雪道何もできないですからね。僕もね、あの公道じゃないところで夏タイヤでちょっとあの駐車場でね、こう車の入れ替えで試しにやってみたんですけど、思った以上に動かないですからね。やっぱそういう意味ではやっぱこういう大雪の時っていうのを思わぬ地域でも山間部で、ね、雪降って大変なことになるっていうのがねあるんで、だからこう全く関係ないなっていう人がね関係出てくる時もあるんで、ちょっと本当にこれだけは気をつけてほしいなって感じですね。全く関係ない地域で大雪だからっていうのがね、意外とこの雪雲が流れて思わぬ山間部で雪が降る、積もるとかねあるんでね、はい。でね、気づいたら今片側ね2車線に変わってますね。まあお茶屋さんに行きたいんで、まあ、途中ねこの国道8号線を離れるんですけど、まあここね車幅広いから本当運転しやすいですよね。まあ、これが唯一の頼りですよね。やっぱね車幅が狭いとさ、もう何にも余裕がないからね。だから多分ねこういう除雪をして、その除雪の雪をねこうとりあえず路肩に寄せるっていうのも含めて、やっぱこういう雪が降る雪国エリアっていう主要の国道はやっぱりそれなりに車幅が広いんで、まあ、ちょっと安心なんですよね。うん、まあそれでもね本当に雪が積もりすぎて処理できないぐらいの多い、なんだろう、こう雪壁になっちゃう時あるじゃないですか。ああいう時ってねやっぱあのコンビニとかなんかどっかのお店入る時やっぱちょっと怖いですね。あの雪壁ね、もうあのゆっくりとこう車の頭出してこう事故をしないようにちょっとね一生懸命車出していくっていう感じです。あの雪壁怖いですよね。今ね国道8号線から離れようとしておりますね。はい。まあでもね、まあ、若干雪強くなってきたかなっていう印象ですね、個人的に。確かそんな記憶ですね。まあちょっと雪強いかなみたいな、うん、だけどまあ一応運転はできるよねっていう感じですね。とね、これね本当カメラとね実際の肉眼ではね全然こう違うんで、なんかこのこれ本当表現難しいよね。これ本当運転したことある人だからみんなあるあるだと思うんですけど、これ結構意外とねあのすごいんですよね、実際の肉眼で見るこの雪道の運転でね。はい、じゃ信号が変わるので進みます。はい。でね、確かね記憶に残ってるんですけど、この交差点のね端っこかどっかにねなぜかねタイヤチェーンが落ちてたんですよね。タイヤチェーン落ちてるわと思って、まさかこんなとこでタイヤチェーン見ると思わんかったもんね。でも外れてるってことは、まあ、付け方が甘いのかだと思うんですよ。タイヤチェーンね、まあ、付け方っていろいろあるんだけど、まあ、例えばトラック関係とかそういうのはやっぱ極太の、ね、タイヤチェーンが主流なんで、まあ、そうそう外れることないんですよね、うん、ちゃんと付けるんで。けどあの普通のなんか乗用車のね、普通乗用車とか軽自動車でも使う、まあ、ちょっとお値打ちなタイヤチェーンっていうのは、まあ、少し細いやつなんですけど、
付け方がねちょっとこう普通のとは違う、まあ、でも一応簡単につけれるんですけど、ちゃんと適切な装着をして、かつまあ数十メートル車を走らせて全体馴染ませてから緩みとかたわみがないかとかのチェックをしてから走らせなきゃいけないんですよね。だからそれでね、その確認を怠るとね、やっぱこう遊びが発生してね、結局外れちゃうみたいなね、そういうことがありますよね。はい、今お茶屋さんに向かっております。この辺はねちょっと雪でね見にくいんですけどね、実際僕何回か足運んでるんで走り慣れてる方なんですよ。やっぱ雪降るとね全然景色違うからね。でね、やっぱ真っ白じゃないですか。お茶屋さんの建物も結構シンプルなんでね、どこだっけとかで思いながら今走ってるんですよね。どこだっけどこだっけと思いながら、でね、ちょっと建物がね奥にあるからね、どこだっけなと思いながら走ってるんですけど、いまだに僕でも今、どこだっけって思いながら走ってます。みたいなでここなんですよねあーここだここだっつってなんとか見つけてね。これ皆さんここの景色を覚えてください。今現状の景色を覚えてください。あと立平します。はい、買い終わって車を戻りました。吹雪すぎじゃね5分だからね、5分よ。もうお茶っ葉だけ買って出たんですよ。でちょっと喋ってたんですよ、店員さんと。いや今日すごいっすねーって言って、いやもう今日はカフェビュースはやらないですみたいな感じだったんですよ。まあね、こういう天気だからもう多分帰るかもしれないですねみたいな。そうですよね、じゃあお茶っ葉だけ買って帰りますわって言って、じゃあっつって出たらもうこんな雪っすよみたいな。でもねこの辺はねまだ溶けてる方なんですよね。多分あれじゃないだろうね、この下にパイプがあるやつだよねきっと。この辺はこういうの本当ありがたいですよね。まあでも雪強くなってるんだよねこれ、恐ろしいよね。全然変わるもんね。でねまだねこういうところはいいんですけど、これまっすぐ走っていくと国道8号線でまた合流するんですけど、まあ、さっきの8号線の景色とは全く違うぐらい、本当に前が見えないぐらいね。まあ、だからやっぱちょっとねこの時はね意識しましたね。ああ来たなって寒波がっていう風にね。はい、で結果としてねこの日はねいろんなところで、まあ、仕事を取りやめだったりとか、学校も休校とかしたんじゃないですか、もう朝から多分そんな感じだと思いますよ。まあだけどねこんだけ雪降ると急にねこうやって変わるとねちょっと意識しますよね。慣れてる僕でもやっぱりちょっと意識しますからね。まあいろんな雪国運転してきましたけど、やっぱその地域でね特徴があるんですよね。まあ、北海道、東北、北陸、そしてまあ飛騨地方、いろんなとこ運転してきましたけど、やっぱこのね飛騨地方や北陸の雪っていうのはやっぱ全然また違うんですけど、北陸はね、まあ、若干安定した雪ですね僕の中では。飛騨地方はねもう重い、もうそういう印象ですね。もうまあ言っちゃえば水分が多いというかね、北海道はねやっぱサラサラ系が多いんでね、これもね地域によって全然違うんですよね。はい、8号線合流しました。確かどっかのタイミングでね除雪車がね、対向から来るんですけど、
やっぱさっきと見てこれ違いますよね、まあ、やっぱ見にくくなりましたね。カメラだからね、若干こう奥まで見渡せれるんですけど、僕の肉眼でもねちょっと見にくいなと思いながら走ってました。ちなみに僕ね視力は 1.5 以上あるんですよ。昔ねもう 2.0 近くあったんですけど、やっぱね、あのパソコンとかゲームばっかり画面をよく見るっていう風になると、どうしてもね、まあ、大人また年取るとね視力がね変わってくるんですよね。で今はい除雪車が起こってきました。はい、視力の比較的いい僕ですらやっぱりちょっと見にくいなって、思って、やっぱ天候不良なんか続いてるなっていう風にね、ちょっとねこの時はちょっと早めに早めにっていうか、まあ安全運転しなきゃいけないですけど、まあちょっと早く国道364に入って、まあ南に移動したいなっていう感じでしたね。はい、いやでもねさっきね除雪車通りましたけど、本当ねそういう方々がいて成り立つものなんでね、除雪車が来なかったら本当道路が雪まみれでね大変なことになっちゃうんでね、8号線やっぱりみんなこう敏感なんで、8号線が止まったらもう終わりみたいなところがあるんで、こうやって見てるとね本当トラック業者の方は本当にこの時間でもね走ってる方多いんでね、だって夜中に走り終わっちゃうこと多いんですけど、やっぱり雪の影響もあってねいろんな時間に分散して走ってるっていう感じですね。はい、いやここもね去年の夏ね一回走ったんですけど、道路をねなんか拡張してんのか、そういう工事をされていて、ね、まあ、車線がね少しこう違うとこに移設されてるというか、将来4車線になるはずですよね。ちょっとこの道路は去年の9月以来走ってないので最近どうなってるのか気になるとこですけど、いやでもだいぶ風がねこうやって強くなってきてるんですよね。もうこの辺からもうちょっとすごくないですかね。余計にさらにもうこれね肉眼だとね全然わかんないんですよ。今ね前の軽自動車箱番あるじゃないですか、それがねもううっすらとしか見えないっていう感じぐらいまでもう視界がね変わっていくっていう、そういう印象ですね。逆にねこれカメラのね画質落とした方がねいいぐらい臨場感なんだよねこれは雪国の人にしか分かんないと思います。もう長いこと雪道運転してきてるけど、まだね直進だからこそ助かってるんですけど、これはね山間部とかちょっとした山道峠道とかだとより怖いですよね。だってこんなに車幅ないからさ、まあ当然ながら大変よ、もういろんな意味で。はい、でね、雪道を走るにあたってね、今さっき横に今ねスタンドがありましたけど、やっぱりガソリンはねなるべく余裕を持って入れた方がいいですよね。いつどこで立ち止まるか分かんないし、災害級の雪でね、車出すにも出せんとか、まあ、スタンドももうねやめちゃってとか、なんかそういうのであるんで、まあね、なるべくガソリンは余裕を持って、半分以上入ってるといいよってことですね。はい、157円の表記ありましたね。昨日ガソリン入れた175円とかでしたね。高えよと思って。まあ仕方ないんだけどね。ガソリンはもうなくてはならないものだから。だからこれ。ね、何もなかったら多分200円とかいっちゃうってことでしょ、下手したら。地域によっては。あとはガソリンスタンドとか、ね、
高速道路のガソリンスタンドとか多分それレベルとかになるでしょう、下手したら。いやー、本当にガソリンって困っちゃうよね。まあでも半分税金みたいなもんだもんね。そこだよね、本当に。なんかそういう話は、さて大きい。まあ片側1車線だったんですけど2車線に変わりましたね。多分ここはね工事がもう終わってるところなんでね。でもうちょっと進むとね364に入ってくんですけど、なんか一瞬雪は落ち着いたって感じですね。これがね波あるんですよね、この雪雲の流れというか。だからねちょっと読めないんですよね。だけどまあ個人的に言うとまだここら辺はどっちかというと山間部じゃないので、まあ一瞬で終わるだろうなっていうふうにはいつも予想してます。だから一瞬こうちょっと雪、厚い雪雲が入ってはい終わりみたいな、そんな感じというかね。まあとりあえず雪道を走るにあたって、まあ、特にねこういう、まあ、大雪警報、まあ、暴風雪とかねそういう発令する見込みですみたいなね予報がある時っていうのはまあそうね、運転するにあたってはある程度覚悟が必要と言いますか、そういう意味ではね、まあ、だけど比較的雪国の人は運転慣れてるので皆さんねもう免疫がついてるので、まあ、僕はそこまで大丈夫だろうって感じですけど、まあね極力運転しない方がいいと思いますがまあ私はこういう YouTuber なんでね、あの画面を通して皆さんにこうお知らせするのがちょっとしたし、まあね、まあ、活動という感じでございます。